はい、今日はあのエベスさんです、今宮恵比寿に来ております。1月10日の本恵比寿です。9日、10日、11日今日は本恵比寿、服をね、服をもらいにあの皆さん来るんですけども、今年も服がたくさんありますようにお願いしますと言うて、まあこの、エベスさんに皆さんお参りに行きますけどね、皆さん本当のあの拝み方っていうかね、お参りの仕方私教えます。絶対に服をくださいとか、服をたくさんくださいとかね、お願いしたらダメですよ。皆さんお参りの仕方はね、服をたくさんもらいました、ありがとうございます、たくさんたくさん服をいただきました、ありがとうございますって拝んでください。もう服はもらったということで、感謝の言葉をでお参りしてください。これが基本です。服くださいなんてね、お願いしたらダメですよ。誰もくれませんよ。そこのとこよろしくね。ちょっと風景見せますんで、こんな感じです。大阪の、今宮恵比寿、こんな感じです。人いっぱいです。じゃあ今から私もお参りしますんで、今回は以上です。よろしく。はい、無事にお参りは済みました。たくさんたくさん服をもらってますんでね、感謝の気持ちを伝えに行きました。そして今から、お腹すいたんで食事して帰ります。それでは皆さん、またよろしく。はい、お参り行って情熱ホルモンで食事終わりました。1月10日の、今宮の本恵比寿お参りしてきました。服をたくさんいただきましたで感謝しました。世界中の皆様に福がありますことを、お祈りしてきました。皆さん今年も福たくさんいただいて元気にお過ごしください。じゃあよろしく。